止めが終わりました。編み棒を抜いたら糸を止めておきます。とじ針に編み終わりの糸を通しましょう。糸の真ん中を針ですくってハサミで切ります。編み始めの糸も同様に始末しましょう。これでマフラーの出来上がりです。